はい、皆さんおはようございます。 FX システムトレーダーのアイテイです。現在時刻はですね、2021年7月17日、朝9時25分です。前回の動画でですね、私自身が資産が増えた秘訣って何だったんだろうっていうのを振り返ったところ、複数の銘柄や通貨ペアで、トレードするっていうのが、まあ、私の資産増加に対してうまく働いたということをお話ししました。今回の動画ではですね、その私自身のですね、来週の戦術、どういうところに指し値を張っていこうというのを共有したいと思います。はい、それでは次のページ行きたいと思います。でまずはですね、今回の動画の対象なんですけれども、テクニカルトレードやバリュー年、どういうところで安値、安いよとか、どういうところだと高いから売りだねとかっていうのを、狙う方々向けです。残念ながらグロース投資、ダブルバガーやテンバガーを狙うという動画ではないので、そこだけはご了承ください。はい、では、早速ですね、ユーロドル、通貨ペアからいきたいと思います。ユーロドルはですね、売り目線かなという感じがします。200日移動平均線より下で、ちょっとゴニョゴニョしている感じ。多分 1.175 ぐらいのところでまた跳ね返るのかなという感じがしています。はい、で、次にね、1.2 ぐらいのところで跳ね返ったら売りを入れるというのがちょうどいい戦術なのかなという感じがします。あくまでも跳ね返るのを待ちましょう。上髭ができるのを待ちましょうという感じですね。はい、ね、ドル円ですね、次は。こちらちょっと 109.5 円で跳ね返るのを待とうかなと。で、差し値は入れていない理由はですね、ちょっと今、ボリンジャーバンドのですね、2シグマ、下側の2シグマを、向けて落ちていった場合、赤色の200日移動平均線まで落ちる可能性がありますので、そこまで落ちる前、落ちる場合、2円とか落ちる可能性もあるので、あくまで跳ね返るのを待ちましょうという感じですね。はい、で、次、ユーロ円ですね。こちらは今、割と200日移動平均線に近いので、狙いの価格 128.5。今私自身は念のため128円に差し値を入れています。そこで跳ね返るのを待とうという感じですね。はい、で、次、原油ですね、CL。ちょっと正直これは3つ下がるか分かりません。しばらく放置ですね。オクトーバー。去年の10月ぐらいとかの200日移動平均線に引っかかっているあたりぐらいまでだったら持ってもよかったんですけど、そこからぐんぐん価格が上がりましたからね。まだしばらくは触れないかなって感じです。はい、で、天然ガス、ナチュラルガスですね。これもまた移動平均線より下に行くまで待ちましょう。で、下に行ったら少しね、コンマ2、3ドルぐらい、価格が下がるので、下抜けしてしまうので、2.6 から 2.9 円の間ぐらいで反発するのを待ってから買うって感じです。だから来週はね、すぐですね。で、金ですね。次、貴金属、金と、金ドル。今 1811.75 ドル、ちょっと正直これ動きが分かりません。放置です。次、銀ですね。銀は今200日移動平均線これ下で、サポートされている感じなので、もう一回ちょっと下がってからまた上がるのを待つのかなという感じです。24ドルから25ドルの間での跳ね返りというのを期待したいです。どうでしょうね。そのまま行かないで跳ね上がるかもしれないですけど、その時はその時って感じです。XPT USD、プラチナですね。プラチナに関しても同様です。200日移動平均線に今引っかかっているので、1050ドルから1100ドルの間での跳ね返りを待ってからもう一回入るかなって感じです。なんていうか、プラチナとか貴金属とか、200日移動平均線でゴニョゴニョゴニョっていう動きをするみたいですね。ちょっとこのあたりは私経験のことでした。もっとね、1回目とかで入れれば面白かったんですが、残念ながら入れなかった。機会がね、抜けて、回数もしてても、しょうがないっていう感じで、他の、銘柄を見てみましょう。日経平均ですね。日経平均は先週ですね、私自身はこの、27,500 円ぐらい。から600くらいかなのところで買いで入って持ってますって言いましたけど、もうしれっとね、この辺りを売って、さっさと逃げてます。で、売りを今ポジション持ってて、今27,742円ということで、買い売りがうまくいっています。
で、次なんですけれども、27,500円ぐらいのところでの跳ね返りを期待して、今差し値を入れてますんで、まあ、そこ抜けるかな、どうかな、直近オリンピックがあるので、今すぐに抜けるってことはないと思うんですよね。まあ、オリンピックが終わった後は、買いのポジションとかはある程度精算して、まあ、自由に動ける状態にしとこうっていう感じだと思います。まあ、直近は、この移動平均線のすぐ下のところの差し値かなっていう気がします。で、次、ダウですね。ちょっとこれは、しばらく200日移動平均線とボリンジャーバンドとかそこそこ乖離してますんで、まあ、とりあえずは待ちですね。まあ、以前の、いつだろうな、10月、昨年の10月のように、200日移動平均線にきちんとかかったところぐらい、あるいはそのちょっと前のところ、200日移動平均線に近くて、で、ボリンジャーバンドの2シグマで跳ね返りそうだってところで買うっていうところまで待ちですね。しばらく待ちです。S&P500、こちらも同じですね。200日移動平均線との距離が近い、遠いので待ちです。ナスダックですね。こちらも待ちですね。で、ナスダックに関しては、しばらく過去のローソク足を見ていますと、200日移動平均線を下回った後、まあ大体1000ドル近く下がるみたいですね。なので1000ドル近く下がってから買いましょうっていう感じがしています。まあ、そういう動きだったっていう感じですね。で、FTSE。FTSE っていうのはイギリスの、通貨ペア。しまった。イギリスの指数ですね。イギリス、ロンドン市場の、指数みたいです。で、まあ、こちらに関しても、まあ、大体500ポンドかな、ポンドかドルかちょっとわかりませんが、500ぐらい下がるっぽいんですよ。500から600。で、それぐらい下がるよっていうところで差し値を入れていて、まあ、そこでこう跳ね返ったところで買うって感じですね。まあ、今持ってるのは、モーソドックスに200、移動平、ボリンジャーバンドの2シグマへの跳ね返りで買う。ただちょっとここで膨らみ始めてるので少し怖いなっていう感じもします。一応損切りはね、50ポンド、50、数字50ぐらいのところで損切りは入れるようにしています。まあうまくいけば、150ぐらいの稼ぎ。まだ1対3ぐらいなので、まあぼちぼちかなっていう感じです。香港ハンセン指数ですね。これも今200日移動平均線でこう跳ね返った後での、ところ、しかもボリンジャーバンド2シグマぐらいのところで買っていて、で、これが今どっち行くかなっていう感じです。で、これも買いはそこそこ下に抜けた場合は下行っちゃうので、まあ25,000とか27,500とか一回跳ね返るのを待ってから買うのがちょうどいいのかなっていう感じです。で、ダックスですね。こういったドイツの、指数ですね。まあ、これもしばらく待ちで、価格の下落、200日移動平均線どれぐらい抜けるのかっていうのは、だいたい1000、なんだ、ユーロっていいんですかね。1000ユーロぐらい抜けるっぽいので、で、それぐらい抜けてから跳ね返るのを待つっていうのでもちょうどいいかなという感じです。はい。では次はですね、日本の株ですね。で、日本の株に関しては、どういう株かを、株を見てるのかに関しては、下記2点を満たす株で差し上げます。で、出来高、東証一部で、なおかつウィークリーで出来高が上位200位にある銘柄ですね。これは個人では価格をコントロールできないような銘柄、まあ、だから買い煽りっていうのが、ね、できそうにないような銘柄っていうので私は、まあ、売買してます。まあ、この理由は簡単、単純にですね、何かの動画とかそういう何かのトレンドが発生した時にポーンと上がるっていうことが起きにくい、まあ、ある意味テクニカルだけで、テクニカル寄りな思考でなんとかなるっていうのが、まあ、こういう出来高の多い銘柄かなというふうに思います。で、次ですね。低乖離率、これ東証一部のデイリーで、75日移動平均線に対してどれだけ、ま、下回っているのか。これは買い時っていうのを考えます。マイナス 10% 以下っていうのが、まあ、スクリーニングの時に一番楽なんですね。5% が結構デメンタルでしたので、10% でもそこそこ出てきてしまうなっていうので、まあ難しいところではあります。で、あとですね、ついでなんですが、マスト事項として Yahoo ファイナンスで過去10年分の株価を見ることができる銘柄に限りますということですね。少なくとも10年以上、市場に出ていない限りちょっと動きが見えないので、短い、上場からの期間が短い銘柄は今回パスしています。
はい、では、そのね、スクリーニングした銘柄をそれぞれ見ていきましょう。クラレですね。3405番クラレ。こちらに関しては、そろそろ狙い目かなって感じ。差し値が1000円と975円で入れとけば、まあ、いい感じに引っかかりそうかなという感じですね。ここら辺のところで引っかかって。1000円というのは割と過去10年を見ても割と安いところになります。まあ、2017年、18年のところから下がってきているのは気になりますが、その前の2013年とかのところとかでもね、安値の圏内なので、まあ、これは持っといてもそんなに損にはならないだろうというふうに踏んでいます。はい、日本製鋼ですね。6471番日本製鋼。こちらはちょっとまだね、高い位置にあります。なので600円ぐらいかな。650円ぐらい。800円、650円ぐらいのところが割と安値。で、東日本大震災後に600円を切っているので、まあ、600円ぐらいとかのところがかなり安値になるだろうという感じです。そういうところで持っておけばね、いい感じかなという気がします。次、ラウンド1ですね。ちょっとこちらを見ている限りでは、安値圏っていうのは800円、650円だろうということで、まだ待つ銘柄だと思います。駿河銀行。ちょっと、これは、少し前にニュースになりましたよね。駿河銀行とか、かぼちゃの馬車とか。っていうことでの不祥事があって、まだ数年しか経ってないので、まあ、しばらくあと10年ぐらい待ってから、購入検討かなというのが、正直なところです。正直ここに一山しかないので、何も言えないんですよね。単純にここでこうなってて落ちてまた上がってとかっていうのだったらいいんですけど、一山だけで上がって下がっての場合、いつ買えばいいのかとか何にもわからないですからね。しかも、それが前回の安値で800円を下回っているので、ますます持って買い時というのがわからない銘柄です。まあ、あと10年経って、ある程度自浄作用が働いてからが買い時かなという気がします。小松ですね。こちらもまだ待ちかなと。安値圏っていうのはだいたい2000円ぐらい。2000円ぐらいのところで、買っておけば、まあ、そこそこいいのかなって感じですね。2000円。あとそれ切って1900円とかかな。とかで買っておくと、かなりいい銘柄かな。安値圏で買える銘柄だと思います。はい。ダントーホールディングスさんですね。ちょっとこれ、何で跳ね上がったんですかね。ちょっとわかりません。で、過去の、このあたりの価格を見ている限りだと、80円、60円ぐらいが、まあ、安値圏なのかなっていう感じです。ただ、ちょっと正直、買い時がわかりません。いつ買えばいいんだろうっていう銘柄ですね。日本ペイントホールディングスですね。4612番、日本ペイントホールディングス。なんとなくこう、跳ね上がって下がってで、一回上昇トレンドが一休みっぽいので、まあ、1300円とかかなという感じですね。過去の、トレンドというか動きを株価の動きを見ている限りでも、まあ、大体この24ヶ月移動平均線の、まあ、少し下のあたりで、買うとちょうどいいのかなっていう銘柄の感じがします。はい。ソフトバンクグループですね。こちらはちょっと正直わかんないな。動きとしては結構ね、武漢のコロナですね。コロナウイルスのところで、まあ、武漢で大流行してしまったよっていう時のところとかで4000円を普通にスポーンと下抜けたりしたので、まあ、大体そういうようなタイミングで、まあ、今現在の安値圏としては4000円とかなのかなっていう感じがします。まあ、正直このね、24ヶ月移動平均線より結構上にあるので、まだまだ、待ちだなという感じがします。はい、第一三共ですね。これもそろそろかなと。まあ、先ほど言った、武漢で大流行したコロナウイルスの話もありますので、まあ、2000円を切るぐらいのところで買えると、いいのかなって感じがします。なんかここね、近年のところでの跳ね上がりがなかなかすごいことになってますね。で、次、マネックスですね。マネックスグループでは、これもまだ待ちですね。パッと見た感じとしては、250円から300円ぐらいが安値圏っていう感じがします。はい。ネクストですね。ちょっとこれも、そろそろ買い時なのかなという感じですね。まあ、なんか過去の
24ヶ月移動平均線がどれだけ下抜けるのかっていう直近のを見てると、まあ、2000円から2100円の間で跳ね返ったら買ってもいいのかなという感じがしています。はい、ということで、結構喋りましたね。トータル何銘柄何通貨ペアあるのかとか全然覚えてないですけれども、とりあえず来週、見ましょうっていうペア、通貨ペア及び銘柄は以下となります。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。全部で、通貨ペア銘柄合わせて9、項目になります。はい。で、さっき言ったのが右側にありますね。で、これ全部当たんなくてもいいんですよ。その中で一つ二つが当たって、きちんと利益を出すことができれば、それで OK っていう考え方が私の分散トレードっていうのになります。網を張る感じですね。いくつかの網を張っておいて、まあ、うまく取れるところで取る。あ、こう、うまくいかなかった場合は、まあ、今回はうまくいきませんでしたね。まあ、次回はこうしたらうまくなるんじゃないでしょうかっていうのを見ていくっていう感じになります。まあ、試行回数をね、増やしていきましょうっていうのになります。まあ、成功率が多少下がってもまあまあいいでしょっていう感じなので、まあ気が楽になります。はい。ということで、ですね、まあ今回の、動画はここら辺になります。分散投資、分散トレードの、肝って何かっていうと、チャンスを待ちましょうっていうことだと私は思います。まあさっきの、9項目ですね。まあ、全部当たんなくてもいいやと。まあ、2、3、1個か2個当たって、堅実に利益を取れればそれでいいんじゃないですかねっていう、お気持ちです。ということで、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。まあ、興味深かったよとか参考になりましたよというのがありましたら、チャンネル登録をお願いいたします。はい。あ、それと最後に注意事項ですね。FX の投機や株式投資っていうのは元本保証のない金融取引です。行う際は自己責任のもと余剰金の範囲で行ってください。本動画を参考にして発生したあらゆる損失につきまして責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。はい。ということで、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。